フィアット127は1971年から1983年までイタリアの自動車メーカーのフィアットが生産していたスーパーミニカーである。フィアット850の後継者として1971年に発売され、フィアットウーノに後を引き継いで、イタリアでの生産は1983年に終了した。 1971年4月に発売された当初は2、ドアサルーンのみであったが、同一のボディ形状で上下に深いハッチバックドアと折りたたみ式の後部座席を備えた3ドアハッチバックが翌年に追加された。この車は、フィアット発のスーパーミニクラスの車であるとともに、同社が、 子会社であるアウトビアンキの1964年のアウトビアンキプリムラと1969年のアウトビアンキ A112 で実用化の検証がなされた横置きエンジンの端にトランスミッションを搭載した構造が取り入れられていた。フィアット社で最初にこれと同じ横置きエンジン配置を採用したのは1970年のフィアット128であった。127は アウトビアンキア、それより、前の世代のフィアット車に、様々な排気量で使用された、健牢な903区コハフエンジンを搭載し、後輪には、特徴のある、横置き板た根のサスペンションを採用していた。この車は、その操縦性とともに、車内空間の有効利用率の高さで称賛された、最初の近代的なスーパーミニクラスの車の中の一台であった。また、 全ポリプロピレン製バンパーの内側に高性能補強板を持った初めての車でもあった。127は1972年のヨーロッパカーオブザイヤーを獲得し、数年の間ヨーロッパでのベストセラーカーの一台となるといったように芝叩く間に成功作となった。この賞の過去6年の間で選出された3代目のフィアット社であった。発表されて、 約3年が経た1974年6月に、フィアットは、トリノにある同社のミラフィオーリ工場で100万台の127を製造したと発表した。大成功作であった、フィアット600が、同じ生産台数に到達するには7年を、要していた。シリーズ1は、その生産期間中にほとんど変更はなかったが、1973年5月に、 サルーンがスタンダードとデラックスから選択できるようになり、1975年にフロントグリルのデザインと内装の細部が変更された127スペシャルが発売された。デラックス仕様は全部座席のリクライニング機能とヒンジで開く後部側面窓が標準装備であることが異なる点であった。127と並行して販売されていたフィアット850は 数年して市場から引き上げられた。フィアット127サンドアハッチバックシリーズ2の127は1977年に発表された。車体前面と後面のデザインが変更され、新しいダッシュボードと拡大された、後部側面などを備えていた。オプションで 1049cc エンジンも注文できたが、 興味深いことに127用の、このエンジンは128用のフィアット本国製、再一 C エンジンではなくフィアットブラジル製であった。初期型127ハッチバックでの荷物を積み込む時に高い位置にまで持ち上げなくては、ならないという不満に留意し、ハッチドアはバンパーのすぐ上から開くように拡大された。シリーズ2のボディを利用して、 新四角なパネル板に仕立てたフィオリーノも用意され、これは1984年に、ウーノを元にした新しいフィオリーノが登場するまで、生産が続けられた。スカンディナビアとバルト三国の市場でこの車は顕著な、成功を収め、現在でも多くを見かけることができる。フィアットフィオリーノシリーズさんは、イタリアで1982年1月に発売され、 間を置かずにヨーロッパ諸国の市場に投入された。より目立つ樹脂製フロントグリルによりシリーズ2とは判別することができた。これに対応して車体後面に追加されたパネルは同時期に導入されたリトモに影響された新しいフィアットリュースタイリングを反映していた。ダッシュボードは全く新しいデザインとなり内装もリトモで取り入れられた。 デザイン言語に則っ,ったものであった。1301cc のフィアット製、サイチ C エンジンがシリーズ3でもオプションに設定された。ノルウェー、デンマーク、フィンランドといった国々の市場でこの車は顕著な成功を収め、現在でも多くを見かけることができる。 フィアット社のこのクラスの大量生産車種は1983年1月に127からウーノへ代替されたが南アメリカでの生産は1995年まで続けられた。フィアットは南アメリカ産の127ユニフィカタを1987年までヨーロッパに輸入した。シート1274度はこの時代のその他のフィアット社と同様にセアト社が セアト127の名称でこの車のスペイン版を生産した。セアト社の設計ポリシーにのっとり4ドア版も生産され、後に5ドア版がも追加された。903cc に代わって、出力 50bhp の 1010cc オフエンジンを搭載した、独自の127も生産した。4ドア版のセアト127は、 フィアットのバッジをつけていくつかの市場へ輸出された。フィアットとのライセンス生産契約期間が過ぎると、セアトは127のいくつかの部品を再設計し、セアトフラニを作り出した。フラニの部品の中には、イビサマーク1に使用されたものもあった。 セアト社は1972年から1984年までに1238,166台の127を生産した。ポルスキフィアット 127P フィアット127は、フィアットのライセンスを受けて、ポーランドの自動車メーカーのフッソと FSM で、ポルスキフィアット 127P として生産された。この車は、イタリア製とポーランド製の双方の部品を、 使用していた。もともとポルスキフィアット 127P は、大衆車として大量に生産される予定であったが、この車が登場した時には 126P よりも、約30%も高価格となったため生産は 126P に集中されることになり、大型の 127P は限られた数だけの生産に、止まった。フィアット147ブラジルでこの車は、 フィアット147として知られ、サンドアステーションワゴン版もパノラマの名称で生産された。ブラジルで生産されたモデルには1.3リットルディーゼルエンジンも搭載された。1981年からこのモデルは127、サルーンとハッチバックと共に販売されるためにヨーロッパへ輸出された。 1976年7月9日から1985年末まで、ブラジルで1169,312台が生産され、1982年から1996年まで、アルゼンチンで、フィアット147、スパツヨート、ビバーチェが232,807台生産された。コロンビアの CCA でも組み立てが行われた。ブラジルでは、 フィアットオッジの名称で2ドアのサンボックスセランの改装型も注文できた。フィアットはブラジルでの販売を1970年代末から1980年代初めに始めたばかりであったことから販売実績はある程度のものであったにもかかわらずこのお車は初期のユーザーから低品質や信頼性に欠けるという評価を得た。 1980年のモレッティミディマキシイタリアのコーチビルダーであるモレッティがミディマキシと呼ばれるルノーロデオやシトロエンメアリと似たスタイルのホロヤネ社を製造した。頑丈そうな外観にもかかわらず前輪駆動を含む下回りは元の車と同じままであった。架空の日本の自動車メーカーがペンシルベニア州の町の閉鎖された自動車工場を 再稼働させる模様を描いた1986年の映画、元宝で作品内のアッサンモーターズの車として様々な段階の製造途中のフィアット127が出てくる。ありがとうございます。